冷静かつ的確な野球論に定評のある江川卓氏が語る最多勝とホームラン王の同時受賞の可能性。大谷選手は野球が好き、投げることが好き、ただ投げることが好きという次元では語れない。現在メジャーリーグで異次元の活躍を見せるエンゼルスの大谷翔平選手について、元巨人のエースで野球解説者の江川卓氏が独特の視点から称賛し、今後の活躍にも大きな期待を寄せています。江川氏が見抜くその凄さや伸びしろとは。大リーグ初の最多勝とホームラン王の同時受賞も夢ではないと漏らした江川氏が期待する大谷選手の今後の可能性をまとめました。昭和&平成の怪物が絶賛、バッター主体のピッチャーの凄さ。横浜高校時代、甲子園を春夏連覇、西武、レッドソックスと日米にわたって活躍した松坂大輔氏は、江川氏との対談で大谷選手について、エースの役割と4番の役割、一人でこなしている次元の違う選手と評しました。さらに江川氏はこう続けます。大谷選手の何がすごいって、我々は投手経験者だけど投げたらすごい疲れる、なのに彼は打つだけじゃなく盗塁もする、ピッチングを完璧にしようとすると走るのを控えたいと思うのがピッチャー、それをやるのがすごいし心配。確かにプロ野球で先発投手は中6日、メジャーリーグでも中4日で毎日試合に出場して投げることはありません。投げた翌日は回復に努めるのが一般的で、それだけ体にかかる負担は大きいですよね。それを大谷選手は投げた翌日も野手としてスターティングメンバーに名を連ね、打てば豪快なバッティング、ランナーに出れば俊足を飛ばし塁上を駆け抜けます。年間162試合、日本以上にレベルが高く、移動も過酷なメジャーリーグでワンシーズン通して二刀流をやり抜ける体力こそ大谷選手の凄さかもしれませんね。そして江川氏は、我々はピッチャー主体のバッター、彼はバッター主体のピッチャーと評しました。これまでの大谷選手の活躍を見れば、バッター主体のピッチャーとしてプレーすることがいかにすごいことが分かりますね。まだ未完成、昭和の怪物江川氏が指摘する改善点。江川氏は某ラジオ番組に出演した際、大谷選手について、打者としては100点、投手としては80点くらい、投げてるボールはすごいが僕らの感覚で言うと100点ではない、コントロールがつけば100点につながりますねと評価しています。大谷選手の2022年 KBB 制球力を表す指標は 4.98、 これはア・リーグ7位で優秀な成績です。その一方で暴投数14はワースト1位、暴投数が減っていけば防御率1点台です。日本人初のサイ・ヤング賞も夢ではないでしょう。その他にも江川氏は中日のエースとして活躍した川上憲伸氏との対談で、投手大谷選手について、シーズン中肘を少し下げてスライダーを多投し相手打者を打ち取る時期があった、これについては僕は反対です、確かにスライダーは肘を下げたら曲がりますけど体にはあまり良くないと発言しています。スライダーはストライクからボールへ投げることで空振りを取りやすく効果的な変化球ですが、曲げようとすると肘が下がり、他の球種にも悪影響を与えるだけでなく肘を痛めてしまう恐れもあります。大谷選手も江川氏の現役時代に投げていた縦に割れる大きなカーブが投げられたらなんて思う野球ファンも多いことでしょう。大谷選手は2020年にトミー・ジョン手術を受けているだけに心配ですよね。加えて大谷選手は二刀流でワンシーズンを過ごすため、蓄積する疲労度も他のメジャーリーガーと比べると段違いに大きいはず、本人の気づかないうちに投球フォームに悪影響を及ぼすこともあり得るので、
怪我だけはしてほしくないですよね。江川氏と元ライバルが絶賛。大谷翔平の今後の活躍。野球解説者の掛布雅之氏と江川氏は大谷選手についてこう絶賛しています。漫画のような野球をやられているでしょう。全米だけでなく全世界から注目されている。彼がすごいのが走る力、これが一番すごい。大谷選手を語ることには一歩引いてしまう。走る力という点は松坂氏も江川氏との対談の中で絶賛していましたが、大谷選手は打つ投げるだけでなく盗塁も2021年に26盗塁、2022年も11盗塁を記録しているように、走塁も武器としていますよね。多くの大物 OB が大谷選手の投打の能力に加え、走塁の速さ、うまさにも注目しているところに大谷選手の凄さが現れていると言えるでしょう。また掛布氏は大谷選手の打撃についてさらに興味深い発言もしています。彼のバッティングは発展途上。これはどういうことなのでしょうか。掛布氏は、大谷選手がメジャーで50本ホームランを打とうと思ったら打率をあと3分上げること、ホームラン数はもっと増える。2021年シーズンでゲレーロに2本差で負けた。彼は3割打っている。その差なんです。大谷選手はまだまだ上を目指せると思いますと解説しています。確かに大谷選手が46本塁打を記録したとき、打率は2割5分7厘でした。ゲレーロジュニア選手は3割1分1厘を記録していますよね。2022年に62本塁打、131打点を記録したヤンキースのジャッジ選手も打率3割1分1厘を記録。この点も踏まえると、大谷選手がメジャーでホームラン王になるためには打率という部分が重要になってくるのかもしれません。仮にそうであっても、現役メジャーリーガーにも尊敬される成績を投打で残しながらも未だに伸びしろがあるのはある意味すごいことです。大谷選手の活躍、さらに期待が膨らみます。大谷選手の今後の活躍を語る江川氏、最多勝とホームラン王同時受賞。2021年にシーズン MVP を受賞し、2022年も投打ともにメジャートップレベルの成績を残している大谷選手。江川氏もこれまでの活躍について、もはや野球が好きという次元で語ることができないと称賛しています。その上で大谷選手の今後をこう予測しました。投手でも打者でもどちらでもいいですが、何かタイトルを一つでも取ると、大谷翔平という名前が何十年先になっても残る。彼は来年以降それを目指しているんじゃないかと思います。個人的には最多勝とホームラン王を同時に取る年があってもいいと思いますけどね。最多勝とホームラン王、2リーグ制以降の日本でも同時獲得した人はいません。そんな夢のような話を可能にできるのは、今のところ大谷選手しかいないのではないでしょうか。海外からもこんな反応が上がっています。普通はプロに入ると本職にピッチャーを練習してきた選手やバッティングを練習してきた選手にかなわず、どちらかに絞るんだけど、それが両方とも未だにできてる大谷選手はやっぱりすごいってことだな。NPB や MLB のレジェンド選手であっても、大谷選手がどれだけすごいのかを語れる方はいないと思います。最後まで諦めない、自分を信じる強いメンタルを持っており、野球歴見ると子供の頃から上位であったようですが、常に勝ち続けてきたわけではないですからね。超一流レベルで二刀流を両立することの難しさを知っているのはベーブ・ルースと大谷選手くらいだと思う。メジャーリーグで通算303勝を挙げた伝説の左腕ダンディ・ジョンソン氏や、
通算219勝で2015年にアメリカ野球殿堂入りしたペドロ・マルティネス氏も大谷選手を称賛しているように、大谷選手の活躍は日本にとどまらず世界からも注目されています。 WBC2023 で投打において活躍が期待される大谷選手がスター軍団のアメリカやドミニカを相手にどんなパフォーマンスを見せるのか非常に楽しみですよね。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてください。また大谷選手を応援している、活躍をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。